サイゲームス馬娘プリティダービー。どうも、のちん TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。シャンパンみたいな炭酸ジュース、ママからもらっちゃった。帝王たちと乾杯しよっと。はい、ということで乾杯だよ。マジでシャンパンで乾杯、ストロングゼロで乾杯でございます。ちょっと今日はですね、馬娘ガチャ動画なんですけども、ちょっとこれだけやらせてほしいっていうのがあります。はい、ということでですね、昨日ワールドカップ日本代表勝ちました。いやマジですごかった。決勝トーナメント1位通過で決めてんの、マジでやばすぎだろう。いやこれはですね、ちょっとね、まあ、ウマ娘ユーザーとしてもですね、ちょっと触れるべきとこはありましてですね、いろいろ言いたいことがあります。ちょっと順番に言っていくと、昨日リアルタイムで見ておりました。私も見ておりまして、ツイッターでね、ちょっとみんなと一緒に見てたんですけど、いやマジですごかったな。マジですごかった。まずは堂安選手の同点弾、いやマジですごすぎたんだけど。いやーほんとさ、最初前半ね、入れられた時はうわどうなるってなったんですけども、マジですごかったよ。本当にすごかった。でまずその同点弾なんですけども、もうね、左足でね決めて、あのフリーになったところで、ここは俺の角度だっつってね、なってマジですごかったな。いやすごすぎだろ。はい、そんな感じで、あとはね2点目も VR 判定とかあったんですけども、いやマジで三笘もやばかったな。いやマジですごすぎるっていう感じで、ちょっとねそれに関しては、そのね最初同点弾に関してはもうなんか勝利の方程式、ここは俺の角度だぜっつってさ、マジでブルーロックじゃんって思いました。皆さんブルーロックっていうサッカーのアニメ見てますか？ちょっと見てる人と見てない人がいると思うんですけども、ね、個人的にはこのブルーロックのアニメもめっちゃ好きで、マジで勝利の方程式を見つけろってアニメでやってるんだけど、マジ勝利の方程式だったなというふうに思いました。ということで今日はですね、日本代表勝利記念でガチャ引いていきたいと思います。はい、であとはね、今娘なんですけども、まあやってます、今娘やってます。結構動画を上げてないとね、今娘なんかやってないのって言われるんですけど、めっちゃやってます。超飲酒周回しとる。ちょっとね、逃げのね飲酒を出したいんだけど、全然星さんが出ねえから飲酒周回が終わんねえっていうパートです。まあ一応そこら辺の飲酒周回の動画とかもね出していこうかなと思うんですけども、こんな感じで、まあ遺跡も含めですけども、めっちゃやってるっていう感じです。いや今日はマジで気分がいい、気分がいい。ということでサポートカードガチャ引きましょう。これさ、ワールドカップ言ってるのはさ、アベマ TV、まあ、サイバーじゃん、サイバーエージェントじゃん、アベマ TV さ、サッカーの放映権を買うのも、このさ、ウマ娘のさ、ガチャの収益とかも一応さ、ここにさ、使われてるかもしれんじゃん。俺たちが引いたこのガチャの金でみんながサッカーをね、無料で見れてね、すげえアベマすげえなっていう感じです。行きましょう、ちょっとお布施するべ、お布施します。よろしくお願いします。ついでにアグループも出してください。よろしく。よろしくお願いします。はい、アベマ TV。これがアベマ TV への課金。いや、サッカーもね、これでね、みんなね、見れるんだ。うん。馬の収益でサッカーが見れるんだ。ネジあるぜ。そんな感じで、俺にも還元してくれ。頼む。エアグループがいいです。今んとこちょっとね、バックスしててね、サポカガチャも無理かなと思ってるところなんですけども。頼む！よっしゃーナイス危ねえとりあえずニューです。ニューなんで、ちょっとね、ここまでも、まあ、前回もガチャ引いたんですけども、ちょっとバックスしてるんで。まずね、ちょっと決勝トーナメントいけるかどうか、このガチャのね、決勝トーナメントいけるかわからないんですけども、ありがとうございます。いや、この回のガチャで結構枚数重なったらっていうのがあるんだけど、結構サポカ評価でも言ったんですけど、まあ、差し育成でっていう感じではあるんでね、ヤグルブ。まあ、まずは絵はいいですし、このプレゼント、クリスマスプレゼントありがとう。性能も強いんですけど、結構サッシに特化しているので、まあ、そういうところではね、ちょっと重なんねえとガチャのな、投資がむずいなっていうふうに個人的に思ってます。とりあえずは、200連ぐらい。
回してそれによって決める。出方かな、貫突まで行くにはちょっと投資額がねきつい。ちょっとアベマ TV にねワールドカップにね使われるのはいいんだけど、頼むよ。まだニューだからね、1枚しかねえから。頼む、あと80右きましょう。いや今日はでもマジで気持ちよく引けるけど白すぎる、マジで気持ちよく引ける。最近はそのラワールドカップを見てさ、4時だったんですけど、昨日は4時まで飲酒集会してワールドカップを見て、その後また飲酒集会してってやってるけども。ガチャはどうですか、何枚かコントな、追うのもきついんだよな。頼む、ちょっと白いねちょっと白いね、ワールドカップの放映権料が高いかな、高いんか高いんか、足りないんかこれじゃ。ウマ娘結構でも今回のガチャクリスマスだから結構収益あると思うんだけどな、あ足りないんかはあはあ、ちょっと1枚だとサポカーは使えんからな。いやちょっと待って、ああ虹1枚か、エアグループね、一瞬フラッシュガチャでも結構削られたからな、あんたあれないんか、あー50連虹1枚か。とは折り返しですが、後半行きましょう。後半からちょっと三笘投入してくれ頼む頼む、ない後半折り返しよう。もう今んとこ1点入れた。いやでも5点入れないとダメだからな、貫突までは遠いぜ。あないか、21枚、お願いします。あ10分経過あ後半20分、さあチャンス来たぞ、ボール出たぞ、パス来たぞ、パス来たぞ、ここはピックアップ、さらにマジでグループがいい、頼む。ちょっとダブルピックアップさ、偏るんだよな、偏るんだけど、頼む頼む頼む、ヤグループでとりあえずお願いします。いきます、活目せよ、レッツゴーレッツゴー、頼む。わっわっうららちゃん、うららちゃんじゃん、ニューじゃん、うららちゃんのサポカはなんかイベント、びっくりマークが出るとね、ステが伸びるやつなんですけど、うららちゃん輝くとき来んのかな、ちょっと特殊すぎてな。愛嬌のイベントはあるんだけど、ヒントがなんかステアップなんだよな。どうでしょうか。あ、ニューはありがとうございます。いや、でもピックアップがいいけどね。うららちゃんもありがとう。おニュー来ました。残り30位いきます。よければチャンネル登録、高評価よろしく。いやマジで今回はワールドカップすごかったなっていうコメントをしてほしい、そういう動画です。エアグループ、そういう動画なんで、ちょっとみんなもちょっとこの熱さをコメントしてくれ頼む。あカモン、あーどうしよう、あーどうしよう、センキュー、あーどうしよう、センキュー、あーどうしよう、センキューだなー。一突か、はい、二突ってことちょっと困ったあれ、ああああ、やっぱね、スペイン戦2点目入れたから2点入れてしまった。え、そしたら何、え俺このガチャは追うの、3点目、来い3点目。あちょっとなんか得失点差がちょっとどうするかになったね。今1突じゃん、天井で2突じゃん、3、4、あーいやでもまあご祝儀かな、ちょっとな、マジで今日本が決勝トーナメント進出、スペインに勝って気分いい状態でガチャ引いてるから、ご祝儀ありがとうございます。ということで、よければ動画高評価よろしくお願いいたします。ラストいきます、レッツゴー。いやー今日はご祝儀ありがとうございます、ご祝儀ガチャだったわ。とりあえずただ突如今日の感じで
結局ね、サイゲームスに課金してサイバーエージェントのお金がいってアベマ TV に貢献したなという感じがします。お金かかってるんでこのガチャ。はい、ということでありがとうございました。とりあえずは、とりあえず今のところ現状維持天井でございます。天井っていうのはこういう感じで、6万円なんで、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。明日もですね、まあ、おすすめ動画ちょっとそろそろチャンミに向けて飲酒集会めっちゃしてるんですけど攻略動画上げていきたいと思いますのでチェックよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。のっちん TV でした。最後までありがとうございました。またな。バイバイ。